はい、ブンちゃんゲームチャンネルでブンでございます。ただいま、フチャラオ村の入り口入ってすぐのところですね、真ん中のあたりにいます。あそこにクエストの依頼人がいますので話しかけてみましょう。今日も提灯は美しいわい。提灯が好きなんですか。提灯はこの村のシンボル。ボロボロになった提灯がある。晴れ布を切らして修理ができないの。キラーアンブレラーという魔物が持っている丈夫な針布があれば直せる。キラーアンブレラー、丈夫な針布を手に入れてくれた。はい、明かりを絶やさず。クエスト報酬は銀の鉱石です。10個か。はい、わかりました。キラーアンブレラーを倒すんですね。メラチャット地方の南に、雨の時だから現れる。うわ、めんどくさ。雨か。南、雨の時だから。わかりました。それでは、行きますか。メラチャット地方の、雨降ってるやん。南。南に行けばいいんだね。雨やんだ困るから。お前ど。なんとかアンブレラ。あ、いるじゃないか、これじゃないか。いきなり行った。もう倒せばいいのか。あ、一発で、一発でなんか入手できそう。あ、盗まなきゃダメなのかな。宝箱出なきゃダメなのかな。ダメなのかな。あ、見つけた。もう手に入れたよ。違う、向きが違う。ここだ。あっという間ですね。じいさん、じいさん、じいさん、いた。提灯に美しさを。はい、これでプチャラオ村の提灯は美しく灯り続けるであろう。感動したぞい。銀の宝石を10個受け取った。何使うのかな。提灯やってるな、プチャラオ村。早かった。明かりを絶やさず。クリア。銀の鉱石をもらいました。道具袋。あれ、銀の鉱石も20個持ってるよ。これ何使うの。銀製品の元になる鉱石、何か使うのかな。はい、ということで次のクエストをやりましょう。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録して待っていてください。